今日も天気ですが、最近やはり秋が深くなってきました。どんどん肌寒く朝はなっています。秋は爽やかでいい季節です。最近香港情勢を見ていると、まだまだ香港内での収束へと向かってはいません。それにしてもやはりアメリカが香港に何の プッシュもしてないような気がします。台湾には非常に肩入れしていますが、香港には全くと言っていいほど何もしてないような、まあもともとはイギリスの植民地でしたからね。手を差し伸べるはやはりイギリスの使命かなと。しかしそのイギリスも片や中国に寄っています。全部とは言いませんが、EU も離脱、イギリス一国でこの世界を立ち向かえるほど甘くはないでしょう。アメリカは台湾によく肩入れしています。それは多分地理的条件がかなりあると思われます。第一列島線に台湾を含めれば、その中国が太平洋へと出てくることを阻止することができます。それは本当に大きくて、台湾が中国の一部でないという、もし独立まで行ければ本当に第一列島線の ラインが変わってきます。尖閣周辺での小競り合いもまた変わってくるでしょう。日本にとっても
台湾次第で大きく方向が変わってくる。そんな台湾にはやはりアメリカも支援や援助は大いにしています。香港を見るとやはり少々は関与しているんでしょうが、そこまでの関与という部分ではあまり感じられない雰囲気です。香港がどの台湾寄りに香港も向かうのか、それともチベットのように支配されてしまうのか、なかなか、すぐには見えないでしょうが、これをきっかけに香港も自由へと向かえばいいでしょう。中国自体も民主化されることはないと思いますが、あと10年ぐらいどうなるか、見守りたい。あと10年もすればやはり空母も増えてくるでしょう。中国が空母を増やせば太平洋へ進出してくるのはもちろんです。南シナ海でも同じでしょう。今現在空母建設していますが、なかなか最終段階で難航しているようです。リバースエンジニアをしたからといって空母が作れるとは限りません。やはり全ての不具合など当然出てくるでしょう。最新技術と旧式の空母技術を合わせてどこまで完成度を高めるか、またその国の技術力が試されると思います。護衛艦いずもも回収 F-35B を艦載可能にする回収が行われます。まさに今後の周辺国の動向を考えた今日も天気ですが、最近やはり秋が深くなってきました。どんどん肌寒く朝はなっています。秋は爽やかでいい季節です。最近香港情勢を見ているとまだまだ香港内での
暴動は暴動違いますね。収束へと向かってはいません。